皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。そしてこんにちは、ウォッチ情熱応援団田口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、視聴者さんからのコメントにお答えしていくコーナーです。はい、じゃあ早速コメントの方をご紹介させていただきます。いつも楽しく拝見させてもらっています。30代で一生ものの時計が欲しいです。そこで質問なんですが、グランドセイコーの SLGH005、 SLGA009、 ウブロクラシックフュージョンのブラック三振、ハミルトンジャズマスターオープンハート色未定、ロレックスオイスターパーペチュアルブラック、この5本の時計で悩んでいます。どの時計がおすすめでしょうか。購入は最初で最後の時計になりそうで、一人では決めることができません。もしよろしければご意見をいただければ幸いです。ロレックスかグランドセイコーがいいのかなとは思っています。仕事は福祉系で管理者をしています。結婚も考えているので1本しか買えそうにありません。おー、なるほど、いうことですね。なるほど、じゃあやっていこうと思うんですけど、はい、早速ちょっと候補いただいているものを見ていきましょうか。まずはこちら、はい、白樺、こちらがエボリューション9コレクション白樺の機械式ですね、はい、QS 英語機械式です、はい、とこれのスプリングドライブ、はいはい、中身が違う、中身が違う。そしてここでこうくるクラシックフュージョン、はい、チタニウム、ブラック三振、ブラック三振、はい、それからハミルトンのジャズマスターオープン、はい、色は分からない、色はまだ未定とのことです、はい、でロレックスオイスターパーペチュアル41、はい、これは色も、はい、41かどうか分からないですけど、あ、36かもしれないけどブラック、はい、まあ、一旦41ということで、うん、5本が候補としていただいてます、はいはい、率直にどうですまあこの方もオイパペか GS っておっしゃってますけど、うん、オイスターかグランドセイコーか、うん、この5本が並んで一生もので1本っていう段階で、うん、まあ、僕は正直ロレか GS かなって、まあ、この方もおっしゃってる通りなんですけど、うん、まあ、クラシックフュージョンも僕はすごい好きですけど、うん、ハミルトンも考えたこともありますし、うん、いい5本だなって思ったら見てる、うんうん、団長どうですか。率直な意見はこれです。まあそうですね、まあ、でもその理由が大事よね。なんでこれなんだ、理由は大事ですよね。でも2人意見かぶっちゃったねその心はちなみに、めちゃくちゃ使いやすいから、あと嫌味がない、あロレックスの中でも嫌味がない。いや、まさにその通り、まあ、GS も嫌味がないって言ったら嫌味ないんですけど、はいはい、白樺素敵なんですけど、多分使いやすさで言ったら黒文字盤に軍配が上がるのかなっていう、うん、あ、文字盤の色は確かにあるかもね。あと結構これ文字盤すごい綺麗じゃないですか。めちゃくちゃ綺麗ですよ、3連って。そう、ロレックスの3連めちゃくちゃ綺麗ですよ、うん、あとは多分ベルト変えたりとか、うん、まあ、黒革ベルトこれにしたらもうドレスウォッチっぽくなるじゃないですか。そうそう、もはや、ね、そういう使い方ができるっていうのはいいですよね、うん、デートもないし、まあ、ほぼほぼ私も同じ意見なんですけど、はい、ちなみに私オイスターパーペチュアル36のブルー使ってるんですよ、うん、はい、めちゃくちゃ使いやすい。あれもうそうですよね、めちゃくちゃ使いやすい、ずっと使ってますね、本当に使いやすい。でこの方福祉系でしょ、はい、管理職とはいえ、うん、動き回ることは絶対に多いと思うんですよ。ああ、そうですね、って言った時にやっぱり傷がね、うん、どうしてもつくと、うん、ロレックス傷ついてもあんまり気にならないですよ、うん、特にオイパペは。オイパペは特にそうですよ、だって馬に噛ませたりとかして全然噛んでくるから噛ませてるわけではないわけではないんだけど、はい、まあ、気にしてないですね、まあ、傷は確かに気にならないです、ね、うん、あんまり傷ついても、まあ、サテン仕上げが多いので、はい、あんまり気にならないと思います、はい、グランドセイコーはサテン仕上げ多いんだけど、うん、はい、全体的にキラッとしてるから、そのキラッとしてる部分が傷ついちゃうとちょっとショックを引きずってしまいそうだなっていう感じがどうしてもある、うん、はい、っていうのでオイパペ、オイスターパペシャルの方がいいかなかなっていうのがあります。でさっき田口言ってくれた通り、はい、私もまさに革ベルトに取り替えながら使ってるんですけど、そうですよね、ベルトの色とか素材で結構雰囲気変わるからガラッと、うん、結局動き回るから革ベルト難しいとかあるかもしれないですけど、うん、だったらナトーベルトに変えちゃうとか、はい、いくらでも地味にできちゃう。そうですね、ですよ、うん、あんまり目立ちたくないときはそうやってちょっと地味にして使っていけばいいし、うん、キラッとさせたいならメタルベルトに戻せばいいし、うん、どうにでもなっちゃうと思います、はい、でしかも1本でしょう。1本だ、 そこなんですよ。今回 この視聴者さんからのコメントコーナーで珍しいの、はい、珍しいですよね、はい、初めての1本であり最後の1本であるっていう、うん、最初で最後の1本、ね、って言ったときに、まあ、この辺はもちろんいいんだけど、うん、いい時計ですよ間違いなく。いや、もうそうですよ、クラシックフュージョンなんかめちゃくちゃいい時計ですよ、うん、ジャズマスターもめちゃくちゃいい時計、それは間違いないですよ、うん、ただこれ結構重要なんですけど、はい、
1本しか持たないのであれば、はい、誰かに何か言われるものは避けた方がいいと思います。まあ、なんかつまり嫌味がないというか、嫌味がないっていうか隙がない方がいいですよね。あ、隙がない、隙がない方が絶対に良くて、うん、はい、時計って結局好みの世界だから、どれにおいても何か絶対言われるんだけど、はい、やっぱり言われるとどうしても自信持てなくなっちゃうがあるじゃないですか、うん、まあ、自分がそう思ってなくても言われるとなんかちょっと頭の中で考えちゃったりとかします。そうなんです。まあ、追いパペ自体に対してなんか何も言えなくないですか、うん、そう、これ話題に上がりにくいですよ逆に言うと、うん、そう、話題に上がりにくいというか、ロレックスなのにオイスターパーペチュアルって一番地味なところに行ってるから、うん、一番話題として上げづらい、上げ足取りづらいというか、はい、取りようがないです、ね、取りようがないどうやって取るみたいな、頑張ってロレックス買ったんだねって思われるかもしれない、はい、一番安いやつって思われるかもしれない。でもそれは良くないですか、うん、いや全然いいですよ ね、 そね、うん、全然いいですよね。あ、そうなんですよ、うん、で良くないですか、はい、謙虚な感じ で、うん、でそれは誰かに何か言われてるけど別にマイナスではないなと、うん、別に見え張りたいわけじゃないでしょ、まあまあ、ロレックスの中の一番スタンダードというかシンプルなやつなだけであって、うん、そうそう、ロレックス自体がそもそもいい時計じゃないですか、うん、いい時計です、間違いないです。もうブランドとしては間違いないから、はい、うん、まあ、穴がない隙がないっていう意味ではいいかもしれないですね、はい、でウーローはまあ皆さんご存知だと思いますけど、はい、やっぱりどうしても派手、うん、派手なブランドっていうイメージがどうしても強い、まあ、デカーツ時代を駆け抜けたブランドですから。そうですよ ね、 ね、トレンドを作ったって言った時に、まあまあやっぱりね、いろんな話はあるのかなって思いますね、はい、あとジャズマスター、うん、まあ、いい時計なんだけど、はい、このラインナップになんでこれが入ってきたのかな、すごい気になるね。確かに、なんかそうですよ ね、この価格帯でオープンハートっていうと例えばゼニスとかにもあるわけじゃないですか、はい、そこじゃなくてハミルトンに行った。オープンハートっていうのがポイントなんですかね。オープンハート指定でしたよね。オープンハート指定でした。っていうことはオープンハートに何かあるんじゃないですか、かな。でも一生で一本ですよ。そうなんだよ、そこよ。オープンハートすごい僕も欲しい、いいんですけど、うん、見てて楽しいじゃないですか、うん、でも一緒に1本かって言われるとやっぱちょっとファッショナブルじゃない。そうなんです、ファッショナブルだし、あとシーンが、うん、まあ多分私服とかは使いやすいけど、うん、スーツとか、スーツまあ合わなくはないけど、うん、まあ、ジャズマスター自体がまあそうですけど、うん、合わなくはないけど万能ではないよね、うん。あとはまあもし本当になんかこの方が僕もすごい、うん、例えばめちゃくちゃ近い友人だったとして、うん、1本だけなんだって相談来たら、うん、その1本なんだったらもう思い切って頑張ったブランド行ってくれって。そうですよ、ね、押したくなる感じは。そうそう、なんかだからこれだけどうしたっていう価格帯のものにしてるから、はいはい、後々寄り道すればいいんじゃないかなっていうところに、まあ、確かに寄り道いるかなっていう、気が変わっていける価格じゃないですか、うん、そうなんです。あのこの辺と比べたら、その辺と比べたらそうですよ、はい、まあ、この辺も高いからね、うん、で比べたら、なので後でこれは検討すればいいのかな、寄り道時計として、はい、って思いました。なので本命からは外していいような今回は、うん、気がしましたね。じゃあまあ、うん、GS か、うん、ウブロかオイスターパーフェクションかですけど、うん、まあ、ロレックスじゃないですか。まあなんで率直な今2人の意見としてはロレックス、はい、オイスターパーフェクション、これがまあ私の個人的な使用感も含め、まあ、おすすめできる時計です、はい、でご結婚されるのであればぜひペアで。ああそっか、男女もペアですね、はい、ペアで買ってます。女性の方には 31mm になりますから、うん、34と31が、はい、なんで、まあ、その辺のサイズぜひペアでご購入されてみてもいかがでしょうか。色も結構、これはブラックですけど、うん、結構いろんな色あります。そうだね、ぜひその辺も検討してみてください、はい、でもまあ一応候補いただいてますから うん、こっちの可能性も考えていきたいと思います、うん、これがありだとしたら、これジュネーブで年に1回行われる、うん、まあ、スイスジュネーブですね、時計の聖地ですよ、はい、で行われるジュネーブウォッチメイキンググランプリ、うん、年に1回あります、はい、これでメンズウォッチ部門というその年に作られたメンズ用の腕時計のナンバーワンを決めようぜっていうところで優勝してるんですよ。なるほど。っていう伝説があるから、それは日本のブランドがやってるってすごいことじゃないですか、はい、すごいです、なんか誇らしいですね、はい、確かに。それを背負うっていう意味ではすごくいいと思います。 あとキラッとするからね、うん、キラッとするのがこう見るたびにテンション上がる部分ではあると思う、うん、やっぱりこれは男の子も女の子もキラキラするものって好きじゃないですか。そうですね、小さくてキラキラするものは宝物感があります ね、 ありますよね。ジュエリー、そういう意味ではすごくいいとは思いますね、はい、例えば結婚されるじゃないですか、うん、家族と両家顔合わせみたいなシーンがあるかもしれないじゃないですか、はいはい、相手方の例えばお父さんがめちゃくちゃ厳格な人で、うん、はい、ロレックスけしからんみたいな例えば人だったとして、GS だったら、うん、あ、日本の、うん、
その高級時計の、まあ、一番いいポジションって、うん、はい、代表する高級時計、まあ、日本ブランドなんを君は使うんだねって、うん、好感が持てるっていう可能性があったりとか、うん、したらこれがいいのかなって思ったりしてました。まあ、説明はできるもんね、はい、日本のブランドであるっていうことと、うん、その日本の白樺っていうね、うん、自然をモチーフにしているものだよっていう話だったりとか、はい、スプリングドライブという特別な機構を積んでいるものなんだよ、はい、要するに日本のエンジニアリングが誇る時計なんだよっていう話ができたりとかね、はい、まあ、そういう説明は確かにたくさんできる、そんな感じだと思います、はい、あとクラシックフュージョンに関してはクラシックフュージョンがもし押すとしたらありだとしたらめちゃくちゃガタイ良くて、はいはい、手首周り20センチとか、おうおう、なるほどね、だったら大きい時計が多分、うん、嫌味じゃなくめちゃくちゃナチュラルにつけれると思うんですよ。あ、確かに我々みたいな細腕がつけると、うん、ちょっと目立っちゃ う, そうでかい時計つけてるってなるじゃないですか、うん、そうやって乗せる腕によるかなって、うん、確かにそれはあるかも、ね、体大きい人だったらすごく似合うし、はいはい、でクラシックフュージョンってウブロの中でも一番シンプルじゃないですか、うん、でかつこのカラーなので、うん、だつける人がつけたらそのさっきの嫌味っぽいのも消せるんじゃないかなって、うん、はい、なるほどなるほど、まあ、その可能性は確かに十分ありますね、うん、あとはまあおしゃれに敏感な人、ああ、おしゃれに敏感な人、うん、ウブロ他がおしゃれじゃないってことではないんですよ、うん、だけどこの中であったら、うん、おしゃれじゃないですか、うん、クラシックフュージョンっておしゃれですね、スーツにも一応いけるじゃないですか、これだったら意外といけるんですよ、意外とこれいけるじゃないですか、そう、ビッグバンだとちょっと考えます、ね、ビッグバンはちょっとそうですね、クラシックフュージョンは意外といけます、ね、多分袖に収まってくれる、はいはい、薄いですからね意外とね、うんっていうのもありかなって。なるほど。ジャズマスターがいける可能性としては、ジャズマスターは、うん、オープンハート。オープンハート。これでも結局予算提示されちゃってるものの中で、5つ候補いただいてるじゃないですか、はい、で上限予算がそれによって分かっちゃってるわけじゃないですか、はい、っていうところでやっぱりこれだけがズレを感じる、まあ、飛び抜けてまあ、手が出しやすいですよね。10万円台他はまあ100万以下って感じですよね、おそらく、うん、なんかもしこれ行くとしたら、はい、これ以外のところにぜひお金をかけてほしいですね、うん、時計って時計で完結ではないから、スーツとか服とか袖周りまで全部含めてじゃないですか、はい、でいい時計してると絶対見られるんですよ、確かに財布であったり、そうです、靴であったり、財布は確かに見ます、ありますよね、あとヘアスタイル意外と見られるんですよ、あ、美容室とか、美容室どこ行ってんのかな、スキンケアとかどこ行ってるかまではないけど、はい、ちゃんと清潔に整えられているかどうか、はい、で結構見られるんで、うん、あと手ですね、爪周り、爪とか、はい、見られるんですよ、うん、っていうところを考えるとここで予算を抑えておいてそっちにお金を使う、はい、はありだと思います、なるほど、とかあとこれで予算を抑えておいて奥様に素敵な指輪を買って差し上げるとかね、そうですね、っていう意味ではこれはありだと思います、うん、予算ギリギリにいかない、はい、なるほど、うん、まとめていくと、はい、オイスターパーペチュアルじゃないのかなっていうのがまず2人の意見そうですね、ですよね、はい、この中であれば、ね、まとめるとこれは確かに間違いなくいい時計、はい、うん、で他の候補も全部いい時計だしかっこいいので、うん、あとは多分この方がもうちょっとパーソナルの部分でどういう方なのかみたいな話になってくるんですけど、うん、はい、まあ、それ次第で、まあ、さっき話したような GS だったらこうとかクラシックフュージョンだったらこうとか、そうですね、ジャズマスターだったら他に総合的にお金かけてみようとか、うん、あとは試着がまあ一番いいと思いますけど ね、 そうですね、ビビッとくるかどうかってすごく大事、うん、やっぱショーケースで見るのと乗せた時ってやっぱ変わりますもんね、そうそうそう、重さを感じる瞬間って絶対変わるし、あとこれは試着はブティックでしていただきたい、うん、そうですね、そのブランドのそうするとどういう接客なのかっていうのも分かるんですよね、はい、ってなるともしかしたらそこでロレックスは心折れる可能性もあるんですよ、あ、折れるんです、折られてしまう可能性があるんですよ、はい、っていった時にやっぱりグランドセイコーとかはしっかり対応していただける、まあ、しっかり対応してくれないわけじゃないですけど、うん、ロレックスも、はい、やっぱ物がないので難しい、確かに、ね、なので物があるもの、この辺は絶対いい接客を受けられるのは間違いない、物がある状態での接客を受けられるのは間違いない、これもそうですね、はい、っていうところではいいかもしれない、うん、あ、確かにそこはなんか一生身につけるっていう話なので、うん、そこも結構選ぶ時に見ていただきたいですね、うん、一生その時計を使い遂げるっていうのだったら、うん、そこのヒストリーとか、はい、そういうのも結構大事になってくるかもしれない、そうですね、はい、まあ、で言うと最後になんですけどクラシックフュージョン、はい、まあ、これこの方も結局グランドセイコーか、はい、ロレックスかって言ってるんでクラシックフュージョン、はい、これについての一つアドバイス最後にして終わりにしますけど、はい、ウブロを復活に導いた、ああ、ビッグバンを作った男、うん、ジャンクロード・ビバーっていう人がいるんですよ、はい、あの人の言葉でウブロは一周回って最後でいいよっていう言葉があるんです、へ、欲しくなった時に買えばいい、
へえ、なるほど。っていう言葉があるので、はい、今じゃないと思います。ああ、もう一周してきていいよ。もう一周してきた方が多分より良さが分かるんじゃないかなって。あ、まあ確かにそうかもしれない、思いました。なので2本目3本目でぜひ検討してみてはいかがでしょうか、はい、ということで今回5本候補いただいてそれぞれ見てきましたけれども、視聴者の方でこのモデルがおすすめだよってものがあればぜひコメント欄で教えていただければ嬉しいです。これ以外の候補も全然出していただいていいのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。